5PB のファイラジー、久しぶり、 5PB だよ。みんな今日もよろしくね。はい、ここでプラネテューヌ自警団からの臨時ニュースです。プラネテューヌのネオジオフロントに出現した昆虫型モンスターの大群ですが、たくさんの協力者のおかげで撃退に成功したそうです。やったね。僕すっごく心配してたんだ。死亡者もいないみたいだし、女神様が不在でもきっとどこかで見守ってくれてるんだよ。きっとちょうどここで時間みたい。それじゃあみんな、また今度、バイバイ。この番組は兵器から玩具までラステーションのアブニールがお送りしました。これが役立つ時が来ましたわ。30秒で片付けるわ。ハードを甘く見てもらっては困りますわ。これが役立つ時が来ましたわ。素敵なものですわ。この勝負もらいましたわ。これ次の攻撃にも何も出ないわよ。でも、戦闘の準備はいい？
ついにここまで来てしまったな。イストワールも一緒か、小賢しい奴らも。この笑い声もこれまでに何回聞いたことか。これで聞き納めね。せいせいするわ。お話の腰を折るようで悪いんだけど、久しぶりね、マジェコンヌさん。覚えてないかしら、あなたに利用された女神の顔よ。さて、知らんな。だが、アブニールが好き勝手振る舞う間、おどおどと指をくわえて見ているしかなかった。非力な女神の顔なら覚えているぜ。非力で悪かったわね。確かにちょっと容量が悪かったり、不器用な感じがあるのは自分でもわかる。でも、それでも一生懸命やってきたの。後悔はしても、絶望はしない。そうです。玉の失敗も一生懸命さの裏返し。それに気づけたなら怖いものはないはずです。ありがとう。私もやっとそう思えた。見つけられたの。あなたのせいで私はネプテューヌや他の女神といがみ合いながら数千年の時を過ごしたの。そのツケを払ってもらうわ。お久しぶりですわね。私も一言お礼を言っておきたいですわ。あなたが大陸を引っかき回してくれなかったら、きっと今も部屋の奥にこもってばかりだったでしょうから。その外に出たてて周りも見えんような初心者女神は何をしに来た。そこにいる連中と一緒に私を倒しに来た。愚かに私との実力差もわからんと見える。こもっている間に脳にカビでも生えたらしいな。脳にカビ？失礼ですわね。キノコですわ。何を？なんて冗談も。昔の私なら言えませんでしたわね。言う相手がいませんでしたもの。でも今は愛ちゃんがいます。愛ちゃんとコンパさんとネプネプがいますもの。私を引っ張り出すきっかけをくれたあなたには全身全霊をもって感謝しても足りないくらい感謝してますのよ。この気持ち受け取ってくださいますわよね。マジェコンヌ、私はあなたの敵でも味方でもありません。あなただってもうそれに気づいている。あなたの本当の敵は自分の中にいた。あなた自身だった。それに気づいたからそんな自分を変えるためにこんなことをしているんでしょ。本当の敵は自分？何？マジコンヌは私たちに倒してほしくてこんなことしてるの？そうではなくて、世界を滅ぼすのはきっと自分を手に入れるためなのです。なんかますますわかんないよ。ようやくお前もその答えに至ったというわけか。今まで何万何億年と一緒にいたのに
今さら気づいたか。これはお笑い草だ。本当の敵は自分？自分を手に入れる？一体何？何が目的なの？察しのいい愛ちゃんでもわからないですか？私にはわかったですよ。思い出してくださいです。リースンさんの設定は、リースンの設定、私は世界のすべてであり、世界のすべては私です。そう、リースンさんの設定のすべてはその言葉に集約されてるです。そしてマジェコンヌさんが言ってるみたいに、世界を滅ぼすとリースンさんはどうなりますか？消えちゃうんじゃないの？いいえ、消えはしません。しかしその存在のほとんどを削り取られることは間違いないでしょう。そうすれば私にはマジェコンヌに抗う術がなくなってしまいます。なるほど、そうなるとイースンはマジェコンヌにいいようにもてあそばれてしまって終わりなわけだね。ここに来てまだそんなバカを言う余力を残していたなんて。そうじゃなくて、イーストワールの力が奪われちゃうとかでしょ。力を奪って世界を思い通りにしたいです。それが目的ですね。惜しい、惜しいな、エストワール。お前の答えもそいつと同じか？いいえ、おそらくあなたの目的は私の力で自分自身を完全な女神様へと書き換えることではないのですか？面白い、面白いぞ。お前を下界に封印したことは思わぬ副産物を生んだようだな。ずいぶん賢くなったものだ。だがお前たちは一つ大切な要素を見落としているぞ。その答えを戦いの中で教えてやる。さあ、お前の名前を呼ぶのもこれが最後だ、ネプテューヌ。怒涛のラッシュ、受けてみなさい。何かやる。ただ力でねじ伏せた。レベルアップ。
レベルアップよ。強くなったです。これなら誰にも負けない。答えも減ったくれもなかったよ。何見落としてることって。ああ、気になって明日眠れない。それよりマジェコンヌさんも倒したですし、早めにここを出ましょうです。そうね、なんか妙な気配を感じるし、こういう時って大抵最後に崩れたりしない？ここはそう簡単に崩れるほどやわな作りはしていません。でも確かに私も預かり知らないような妙な気配を感じます。もしかしてさっきのが幻影なんて話じゃないわよね。いろんな大陸で出てたんでしょ、マジェコンヌ。幻影ではないと思います。間違いなくマジェコンヌの技術は私の中からも消えたはずです。消えたはず？曖昧ね。自分のことなんだからもっとしっかりわからないの？わかるというか調べることはできますけど。いいんですか？3日かかりますよ。待てるわけないじゃない、そんなに。この感じ、死んだマジェコーヌさんの魂が辺りを漂っているようですわ。怖いこと言わないでよ。ここに来て幽霊なんて、物理攻撃不可とかだったらいくら女神でも倒せないよ。そうですわね、聖水の準備もありませんし。でもネプネプ、そんなに怖がらなくてもいいと思いますわよ。気を悪くしたらごめんなさい。もしかしてですけど、幽霊が苦手ですのね。ここに来て新たな発見ですわ。かわいい。私にだって怖いものくらいあるよ。人参とかナスとかピーマンとか。それは怖いものじゃなくって嫌いなものです。化けで出たら怖いもん。さては残してるのね。皆さん、確かにこの場所は離れた方がいいかもしれません。急ぎましょう。入り口に誰かいるわ。これで答えになっただろう。
逃しはしないぞお前たち。どうして？確かにあなたは倒されたはずなのに、なぜ？ネプトゥーヌに答えを教えるためにわざわざ冥府から戻ってきてやったのさ。光栄に思え。戻ってくるくらいなら答えなんて教えてくれなくてもいいよ。それよりまだイースンの問いに答えてないわ。なんでまだ生きてるの？さっきのは幻？いや、確かに倒されてた。だが、人々の偉大な信仰心が私を再び蘇らせたのだ。信仰心？嘘！下界の人がマジコンヌなんて信仰するはずないよ。するさ。お前たち女神に向けられる眼差しとは全く逆のものだがな。魔王ユニミテスの名を忘れたか。なぜそのような偽りの魔王を広めた。人々に信仰を強要するためだ。それは魔王への信仰でしょ。マジコンヌに向けたものじゃないもん。名前は問題ではない。現に異端者どもは魔王を恐れ、私の手足のように各地にモンスターをばらまいてくれたぞ。世界の崩壊、絶対的な支配、そういったものに向けられる威風が今の私に対する信仰である。力の源だ。なるほど、それが最後の答えってことだね。確かに魔王の話なんてすっかり忘れてたよ。でもきっとその程度のものよ。無理やり集めた信仰心の力なんてひるむことないわ。何度だって倒せるわよ。終わりよければ全てよし。私はこの程度で負ける私じゃないわ。まだだ、まだ終わらん。ラスボスではよくあるだろう。第三形態だ。無駄です。もうあなたにそんな力は残っていないでしょ。やり直すなら最後のチャンスですよ。今ならまだあなたの傷も書き直すことができるかもしれません。バカな。私の望みは世界を滅ぼし、お前の力を手中に収めることだけだ。
施しなどお呼びではない。黙れ。でもマジコンヌは自分を変えるために全部やってきたんでしょ。師匠の力で書き換えるんじゃなくて自分の力でやり直そうよ。きっとその方が簡単だよ。確かに動機は女神として完全になりたい、そうだったかもしれない。だが今はもう違う。私を目覚めた悪に支配に、その快感に自らの欲求を突き通すのだ。心地よくないはずはない。なんか様子が変だよ。おかしくなっちゃってない？マジェコンヌは仮にも女神、そうです、集めたイフの念に蝕まれ始めたのかもしれません。悪いことの罰が当たったんだね。でも放っておいていいの？なんか苦しそうだよ。最初の頃のネプコなら悪者に同情なんかしなかったのにね。叩き込めるだけ叩き込む。怒涛のラッシュ受けてみなさい。一気に畳みかけるわ。
今度こそ倒したよね。いや、急にドラゴンになった時は世界の半分をお前にやろうとか言われるんじゃないかと思って焦ったよ。世界を滅ぼそうとしてたマジェコンヌさんがそれをあげるとは言わないと思うですよ。でもネプコ、もしあげるって言われてたらもらってたの？さすがの私もみんなの前で堂々ともらったりはしないよ。敵に回したらマジェコンヌより怖いもん。ネプもアイちゃんも油断しすぎです。本当に倒したかまだわからないですよ。おじいちゃんが二度出るやつは三度出るって言ってたです。さっきのドラゴンがその三度目でしょ。っていうか、なんか言い回し遠くない？間違えて覚えてる言葉もあるのね。でも、コンパさんの心配ももっともです。もうみんな消耗しきっています。確かに、これ以上の戦闘は厳しいわね。マジェコンヌが本当に倒されたって確認する方法でもあればいいんだけど。あるにはありますが、3日かかりますよ。それ自分の中のことなんだから感覚とかでわからないの？いい、私が調べる。司書の姿になって。優しくお願いしますね。いえ、その破れたり汚れて文字が消えたりしたら大変なことになりますから。まあ、もしコンパの心配通りもう一度現れたとしてもまた倒せばいいじゃない。そうは言いますけど、次にマジェコンヌさんが現れるようなことがあったらきっともっと強くなっているはずですわよ。大丈夫よ、任せておいて。負けないくらい強くなってれば済む話なんだから。頼もしいですわね。やっぱり愛ちゃんはとっても頼りになりますわ。これなら心配無用ですわね。マジェコンヌさんがまたいつ現れようと、たとえモンスターが残っていようと、全部愛ちゃんが倒してくれますものね。え、なんか私一人みたいに捉えてない？もちろんみんなでよ、みんなで。ごめんです。戦い続きでちょっとお腹が空いちゃったです。そういうネタはネプコの担当だと思ってたんだけど、ひとまずここ離れない？立ち話もなんだし。深海にはここ以外に建物とかないですか？名所とか絶景ポイントとか。せっかく来たですから案内してほしいです。ご飯が食べれるようなとこはないかな。でも変だね、深海じゃお腹は空かないはずだけど。それは女神様だけなんです。他にも深海にいる間の女神様は病気にかからないし年も取りません。
うわ、さすが深海、さすが女神様。ここに大陸があったら、そこを守護する女神様が一番でしょうね。とりあえず下界まで戻ってきたけど、これからどうするの？今後のこともあります。ひとまずどこかでゆっくりお話ができるといいですね。ならコンパンチ行こう。プラネティウヌだし、ここからならそんな遠くないよ。なんで私の部屋です？そんなに広くないです。どうせ行くならプラネティウヌの教会とかがいいと思うです。私もそれがいいと思います。プラネティウヌの教会に行きませんか？ネプテューヌさんの大陸の教会ですから、頼めばお茶でもお菓子でもいろいろ用意してくれるはずです。記憶が戻ってから一回も顔出してないもん。まだ気まずいよ。心の準備できてないもん。それにコンパの部屋の方が落ち着けるよ。お菓子やお茶なら隠し場所知ってるから大丈夫。なんで知ってるです？それじゃあネプネプは入れたくないです。教会さんの方が広くてゆったりです。ちょっと待って、教会ならラステーションの教会に行きましょう。ネプチューヌのとこよりずっと居心地いいわよ。私の部屋なら広々してるし、可愛い洋菓子も無農薬の最高級茶葉で作ったブレンドティーも出すわ。でも、それでしたら、リーンボックスの教会も負けてはいませんわよ。お抱えのパティシエがいますもの。オープンテラスもありますし、使うのは初めてですから、少しお掃除が必要かもしれませんけど。別にどこでもいいけど、総合的に見たら、近さ優先でプラネティウヌの教会でいいじゃない。全然総合的じゃない。近さ最優先って言ってるよ。なんか行きたくないな。ただいまかな。それとも初めまして。どうもプラネティウヌの教会の皆さん、女神のネプパープルハートです。は、女神様、まさか本当にパープルハート様ですか？ですが確かにそのお声は。パープルハート様、長い間一向にお姿を現さず大変心配しておりました。ご無事で何より。しかしなぜそのように出歩いておられるのです？周りの方々は。あ、私の友達。友達？女神様のお友達ということは深海の方々でいらっしゃいますか？どこかで落ち着いて話がしたいんだけど、どこか一部屋使わせてもらえる？かしこまりました。何があってかは存じませんが、さぞお疲れでしょう。できうる限りおもてなしはさせていただきますので、ごゆっくりとおくつろぎください。
すがにマジェコーヌさんをやっつけて一段落ついたって感じですね。なんかドローンとしちゃうです。でもマジェコンヌを倒したからって範囲終わりってわけにはいかないわ。一旦書を通じて大陸各所に召喚されてしまったモンスター。マジェコンヌを倒しても一度召喚されてしまったモンスターが消えることはありません。そうでした、モンスターさんたちがまだずっと残ったままなんです。私と4人の女神様すべてが揃っていれば、女神様本来の力でモンスターもどうにかできたんですけど。どうにかってどうするです？私の同意のもとに司書の中身を書き換えるのです。正確にはモンスターの記述だけを消してしまう。そんなことできるですか？やっぱりイーソンさんも女神様もすごいです。残念ですが4人全員がそうそう都合よく揃うとは思えませんわ。それより私は大陸に戻って地道に倒していく方がかえって確実だと思いますの。長い間いがみ合ってきたんですもの。そう簡単に納得してじゃあ集まろうとはならないと思いますわ。私は深海に行くわ。まだまだ女神として足りないと分かったの。イストワールは今までずっと女神の補佐をしてたんでしょ？だったらいろいろ教えてほしいの。自分で納得がいったらまた戻ってくるわ。ネプテューヌさんはどうしますか？実は私ね、このままプラネテューヌの教会に残ろうかなって思ってるの。記憶が戻って自分が女神だって分かった時から戻りたくないとか戻ってあげたいとか。しばらくはマジェコンヌを倒すまではって思ってたんだけど、倒しちゃったし、やっぱり教会には女神って必要でしょ？女神様としてプラネテューヌの教会に残るの？なんていうか、ネプコらしくないわね。いいじゃない、守護はもう戻ったんだし。でもでも、他のみんなが頑張ろうって決めたの聞いて、もう私もいても立ってもいられなくて。ネプネプの中の女神様の血がきっと騒いでるですね。いいですよ、ネプネプ。別に根性の別れでもないです。どうしてもって言うなら、パーティーから抜けるの許してあげるです。いいの、コンパ。一番寂しいのは多分コンパでしょ。その代わり、時々手が空いたら戻ってきてほしいです。女神様してる間にも息抜きはきっと必要になるです。
もちろんだよ。その時はまた一緒に冒険しようね。違うわ、コンパ。まるで親友が結婚しちゃったみたいになってる。泣かない泣かない。根性の別れじゃないって言ったのは自分でしょ。会おうと思えばいつでも会えるんだから。どうかな。愛ちゃんが来た時は教会の人に行って門前で追い払ってもらうかも。そんなことしたら門番を張り倒してネプコのとこまで文句を言いに行くわ。ステータスには自信があるんだから。そうだったね。ずっと一緒に旅してきたんだもん。愛ちゃんのステータスも相当なものだよ。でもまだしばらくはこの大陸のどこかにいるんでしょ。はいです。まずはプラネトゥーヌのモンスターさんをやっつけて回るです。それが終わったら次はラステーション、リーンボックス、そしてルビー。ああ、結構長い道のりね。大丈夫だよ。もう3人で一度は回った大陸だもん。それにいざとなったら私が駆けつけるんだから。それはとってもとっても頼もしいです。じゃあもう行こっか。ここでこれ以上別れを惜しむより早く慣れちゃった方がいいでしょ。そうです。これからしばらくは愛ちゃんと二人旅ですね。より一層よろしくお願いしますです。グラグは立たないわよ。でも今の私には女神としてのお仕事が。せっかく愛ちゃんとコンパがモンスターのことどうにかしてくれるんだもん。私は私で頑張らないと。ああ、
まだ変な時間余ってるよ。何これ、これって何の時間？インターバル？エンディングを迎えた後に何のインターバルですか？そうじゃなくって、おしまいの挨拶です。始めよければ終わりよしと言うです。終わりよければすべてよしとも言うです。最初と終わりが何事も肝心なんです。それを言ったら最初の挨拶ってのはなかったけどね。まあ最後くらいはきちっと決めましょう。これまで一緒に冒険してもらって本当に感謝してるです。至らない点もあったかもですけど、ありがとうです。またどこかでっていうのは違うかもね。遊んでくれればまた会えるわけだし、それじゃ次のプレイでまた会いましょう。ここまで一緒に冒険してくれて本当に本当にありがとう。これからも遊びるだけ遊び倒してよ。じゃあまた今度ゲームの中で